おはようございます。あの向こう雪で真っ白になっとんね。こんな時にバイクで行ったりして大丈夫かな。まあまあ大丈夫でしょう。ということで、今日はですね、ちょっと高速道路を使ってね、こんな気温ね5度なんですよね。こんな時に高速道路を使って行ったりして大丈夫かっていう感じなんですけど、まあ寒さがね。で、私もできるだけ防寒対策はしてきましたけどね。そんな状況をお伝えできればと思います。ということで、よろしくお願いします。ですね、バイクの温度計6度なんですが、寒い中、高速に乗るということでね、ウェアもちょっと変えてきました。クライムのバッドランドプロにしてきました。なぜかって言ったらね、これちょっと大きめなんですよね、このウェアが。その中にいろいろ着込めるということでこれにしてきました。胴のこう重ね着はですね、一番まあ下側がまあ普通の下着のシャツもあるんですけど、その上にモンベルのメリノのアンダーウェアね、上下、そしてその上に上下ともですね、モバイルバッテリーの電熱のウェアですね。まあ上はベストなんですけど、そういうのを着て、その上にまたですね、ウィンドブレーカーのようなものを着て、そしてこれを着ています。どれだけね、それでいけるのかっていうところがまあ楽しみですが、まあレポートします。今のところいけますけどね。ちょっと風が強くてね、なんか大変やね、ほんとね。バイクに乗ってて初めてなんやけど、こう風でね、葉っぱが飛んできて、それもまあまあ大きい葉っぱがピラーっと、あれなんだろうな、カエデかなんかの葉っぱなんかな、大きかったんですけど、それがね、このシールドにペターってこんな感じでペターってこうくっついてね、前全く一瞬見えようになってびっくりしました。まあ、こんなことね、ちょっとこうバイク乗ってて今まで初めてないけど、ただ前が全く見えないぐらいだったから、あ、本当にびっくりしましたね。こんなに風吹いてないけど、突如としてバンと横から吹いたりするんですよね。だからちょっと怖いですよね。今日はちょっとね、実はバーツランド岩崎にバイク用のライディングシューズをね、ちょっと注文したんで、それが来たということなんで、ちょっとそれをね、取りに行ってるというか、まあ履いて帰ろうとは思ってるんですけど、フィッティングしてちょうど良ければね、まあ、赤なんだらね、また大きさの違うやつを取り寄せてもらうのしゃあないんやけど、まあうまくいけばそれでいくというね。バーツランド岩崎までやってきました。高速ったってほんまね、こんな寒い時に走ったら大変やね。フォーマのですね、アドベンチャーを手に入れました。よし、これが今回買ったブーツですね。フォーマーアドベンチャーというやつです。か今のとこちょっと履き心地いい感じなんで気に入りましたけどね。バーツランド岩崎で、ブーツを買って帰り方なんですけど、徳島でね、いつもだったら峠越えなんですが、今日はちょっとやばいなという感じなんで、それはね、海側の下道で帰ろうかなと思います。
この前にこれ見えてるのはね、屋島ですね。これ以前冬にこの屋島の上登ったらあれだけぐらいなんですけど、こんなごっつい高くもないんですけど、こことね、あの上と全く気温が違ってびっくりしたことがありますね。ものすごい寒かったね。今ハリウ峠を越えてきました。その前が吹いて海でね、やっぱり山の中の峠の方がなんか確かに自分も好きで面白いね。ああいう道がね、ずっと海側を行って鳴門へ出る予定だったんですけど、それもね、なんかあんまりやっぱりこう山の道が好きなもんですから、吉野川市の方に出る山越えをすることにしました。どうしかってこう見てもね、山の天候とあたりそんなこう真っ白になってるっていうほどでもないんで、まあ行けるかなと勝手にね、そんな風に思って、国道の318号線ですねで帰ることにしました。いい感じやね。やっぱりこういうところ好きやな。高速道路はやっぱスピードが速いだけあってね、こう寒くなるんですけど、まあこれぐらいのね、50キロとかね、そんなんで走る分にはそんなにこう寒くならないんで大丈夫かなという感じやね。このルートやでも綺麗ですよね。最高のツーリングコースですね。本当はもう少しね、西側の峠を越えたいんやけど、京谷は危ないわな、本当に。この辺あたりたらいうどんの本場なんですよね。この谷のとこにたくさんお店屋さんがあるんで、またちょっとね来てみたいなとは思ってるんですけど、まあ、だいぶ、帰ってきました。今日もね、楽しいツーリングでしたが、6度やの寒さになってきたらやっぱりね、バッテリーから取るやつの方が圧倒的にやっぱパワーは強いんで、ちょっと次に試してみようかなと思っています。次は、モバイルバッテリーでなしのやつを試してみようかなと。クリエオのグローブでしてるんですけど、グリップヒーターもしてますけど、やっぱりねこんだけ寒くなってきたらね、電熱グローブにはかなわんね。だから最高に寒かったらやっぱりそういうのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで今日はこの辺でお別れしたいと思います。それではさよなら、またよろしくお願いします。